西野大輔君、はい、西野君、皆様こんにちは。熊本2区選出自由民主党の西野大輔でございます。今日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。本日は地方交付税改正法に関連して時間の許す限り質問させていただきたいと思います。新型コロナウイルス感染症、そしてロシアによるウクライナ侵攻に端を発するエネルギー高騰、そしてまた直近の急激な円安、こうしたことによりまして事業者の皆様、国民、住民の皆様方の生活が一変し、大きな打撃を受けております。これに対応するため、全国各自治体では、地域の実情に応じて、さまざまな事業、取り組みを進めているところでございます。例えば、私の地元で言いますと、玉名市というところがありますけれども、そこでは、中小企業の皆様方に対して、燃料費の2ヶ月分、それの半分を補助するという制度を、12月1日から始めるというふうに聞いております。同じく荒尾市では、すでに始まっておりますけれども、農林水産業の事業者の皆様方に対して、肥料、飼料、さらには農機具、こうした設備に対して補助を出すと、一定金額の補助を出すというような事業をすでに始めております。さらに住民の皆様のみならず、自治体そのものが影響を受けているという面もあります。例えば、この半年間でエネルギー高騰の影響をもろに受けて、半年間で電気代が私の地元の熊本市を除く、例えば荒尾市、玉名市、玉名郡などでは、平均で2割、エネルギー代、電気代が高騰しているというふうにも聞いております。例えば、人口1万5000人の長洲町というところがありますけれども、そこではこの半年間で4000万円強、1年間ですれば1億円近く電気代が上がっているということで聞いております。首長の皆様方は、まずは住民の皆様方が優先だと、自治体のことについては、自分たちで基金を取り崩すなり、なんなりして対応していくということで考えておられるようですけれども、そうしたことを漏れ聞いた住民の皆様たちは、大丈夫だろうかと、俺たちの町は潰れはしないかと、そういうような心配の声を聞くこともあります。そういう状況でございますので、どれだけ地方財政が厳しい状況にあるのだろうかということで、ちょっと調べてみたんですけれども、さすがに新型コロナウイルス感染症が発生して直撃した令和2年度は、少し財政状況、地方の財政状況、悪くなっておりますけれども、令和3年度では、都道府県ベース、あるいは市町村ベースでも回復しているというのが状況でございます。例えば具体的に数字を見てみますと、実質単年度収支という数字がございますが、都道府県ベースでいきますと、令和元年度は 0.3 兆円の黒字でした。令和2年度には 0.0 兆円の黒字ということで少し下がりましたが、令和3年度には 0.9 兆円まで回復しております。これはもちろん税収が好調だったというような背景もあろうかと思いますけれども、コロナに関しては国で全て責任を持つ、さらには物価高に関しても自治体の取り組みを政府ができるだけ支援していくという安倍政権、そして菅政権、岸田政権のこれまでの取り組みが功を奏しているのではないかというふうに考えております。とはいえ、まだまだこれで終わりというわけではありません。特に物価高に関しては、これからいつまで続くかわからないという状況でございますので、これからもしっかり地方財政を支えていく必要があろうかと思います。そんな中でのこの今回の補正でございます。今回の補正で、税収の上振れ分を、地方交付税を地方に追加配分するという補正でございますけれども、この趣旨について、総務省に お尋ねしたいと思います。さらには、この措置に対して、地方自治体、私は自分の選挙区しか分かりませんけれども、全国的にどのように首長さんたちが受け止めていらっしゃるのか、そうしたことも教えていただければと思います。原自治財政局長。お答えいたします。地方団体においては、今回の経済対策に合わせて、今ご指摘ありました、きめの細かいさまざまな物価対策、インバウンドの地方誘客、農産物の輸出拡大、デジタル技術の活用、子育てなど、国と連携して、地域の実用に応じたさまざまな独自の活性化策等を取り組んでいくことが求められております。こうした状況を踏まえまして、地方団体が今回の経済対策の事業や、独自の地域活性化策等を円滑に実施するために、必要な財源を阻止するため、令和4年度の地方交付税を5000億円増額したところであります。地方からは、今回の補正予算において、地方交付税の増額を盛り込んだことについて、知事会、市長会、町村会いずれも高く評価をいただいていると、こういうことでございます。西野君。
ありがとうございます。次に質問を移りますけれども、今回の補正予算では、臨時経済対策用の支援措置、そして来年度への繰り越しというのがメインでございますが、昨年度はちょっと違うような内容も盛り込まれておりました。例えば臨時財政対策債の償還財源を措置するなど、税収の上振れ分の一部を地方財政の健全化に使うというような措置が一部施されていました。私は地元の首長さんたちと話を聞きましたが、借金返済に用のお金よりも、やっぱり事業に回せるお金の方がいいんじゃないですかというような話を伺ったんですが、確かにそういう面もあるけれども、借金が減るというのは、それはそれでありがたいということで、一定の評価をいただいているのかなというふうに感じました。しかし今回はそのように財政健全化のために回すというような部分がありません。その理由を聞かせていただきたいと思います。そして、来年度以降、仮に税収の上振れがあって、補正予算を措置するという場合に、どのような方針を、思っておられるのか、その点についてもお聞かせいただければと思います。原自治財政局長。お答えいたします。令和3年度は、当初予算において、新型コロナ感染症の影響により、地方税や交付税の法定分が大幅な減少が見込まれたため、臨時財政対策債の発行額が大幅に増加しました。また、もともと予定していた交付税特別会計借入金の償還を後年度に繰り延べるということを当初予算でいたしました。しかし、その後、ご案内のとおり、3年度の補正予算で地方交付税の法定分が 4.3 兆円、大幅な増となったことがありまして、それで令和3年度には臨時財政対策債の償還費を措置したり、あるいは当初予算で繰り延べていた交付税特会の繰り上げ償還を実施したところであります。で、今年度、令和年度の補正予算は、そもそも法定分が 4.3 兆円前の年に対して 1.9 兆円と、昨年度より大幅に少なかったこと、また、令和年度は当初予算でも、臨時財政対策債を大幅な増という事情でもなかったということで、昨年度のような措置は講じなかったところであります。いずれにしても、臨財債の縮減、あるいは交付税特別会計の償還など、健全化については、今回繰り越したこととした 1.4 兆円の活用も含めて、令和5年度の当初予算、今、来年度上振れしたらというご指摘もありましたが、そういうことも、この繰り越し金の活用も含めて、令和5年度で当然、しっかりと健全化については検討してまいりたい、このように思っております。西野君。はい、ありがとうございます。ちょっと時間がなくなってきましたので、質問の予定だったものを質問するというよりは、ちょっと私からお願いということで、とどめさせていただきたいと思います。マイナンバーカードと、地方交付税の関係です。政府はデジタル田園都市国家構想の基本方針で、来年度からマイナンバーカードの普及状況も踏まえつつ、マイナンバーカードの交付率を普通交付税における地域のデジタル化にかかる財政需要の算定に反映することについて検討するということを明示されております。しかし、総務省からは決して交付率を引き下げるための無知というわけではないという説明を聞いております。しかし、地元で話を聞くと、どがんなっとだろうかというふうに懸念している自治体があるというのも事実でございます。ですので、その自治体の皆様方の不安、懸念を払拭するために、制度の内容、あるいはその趣旨について、できる限り早め早めに自治体の皆様方に集中、徹底していただきたいということを考えておりますので、ぜひ、総務省の皆様方、無知じゃないということについて、しっかり説明をしていただければと思います。それでは最後になりますけれども、総務大臣にお伺いいたします。これから来年度の予算編成が本格化してまいりますけれども、来年度の地方財政の財源確保に向けて取り組み、その意気込みをお聞かせいただければと思います。松本大臣。はい、道下委員から、意気込みをということで、西野委員からごめんなさい、訂正させてください。西野委員から意気込みをということで、伺いました。社会保障関係費の増加が見込まれる中で、地方自治体が住民のニーズに的確に応えつつ、デジタル変革への対応など、さまざまな行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供していくために、地方税や地方交付税等の一般財源総額を確保することが重要であります。令和5年度に向けて基本方針2022などを踏まえ、地方の期待に応えられるよう、一般財源総額をしっかり確保してまいります。併せて現在ご審議いただいている法案に基づき、令和5年度の交付税の財源として繰り越すこととした 1.4 兆円も活用し、地方交付税総額を適切に確保しつつ、臨時財政対策債の発行を抑制する
地方財政の健全化などにも努めてまいります。よろしくお願いいたします。失礼をいたしました。大臣ありがとうございました。我々もしっかり支えていきたいと思います。これで質問終わります。ありがとうございました。次に道下